サリット・ハダッドはイスラエル出身の歌手。イスラエルへ1976年に移住した一家の末女としてアフラで生まれる。母親はチュニジア系ユダヤ人。山岳ユダヤ系に見られる大家族の下で育つ。後にハデラへ転居。プロデビュー後はテルアビブを中心に芸能活動を行う。10代で音楽活動を開始。1992年に イレーハデラに参加。1994年、ネタニアで活動中に、現在も、専属の芸能マネージャーを務めるアビグエッタに、見出され、地中海音楽と民謡のレパートリーを中心に、国内外で音楽活動を開始。後に、アラブ系の楽曲や水らヒ楽曲、ダンス音楽、現代歌謡にも取り組む。ダラブッカなどの打楽器や鍵盤ハーモニカ。 ギターの演奏も行う。2002年には国内予選を経てユーロビジョンソングコンテストに出場し第12位に入賞。持ち歌は近隣国の民謡を含めほぼすべて現代ヘブライ語で歌われ一部アラビア語や英語の歌詞の楽曲が含まれる。発声には楽曲に応じてレバント地域に見られる音程の微細な揺れを伴う商法が適宜織り混ぜられる。 伴奏は、ロックバンドの編成に、バイオリンやチェロ等の弦楽器、管楽器、キーボード、ダラブッカやブズーキ等の民族楽器を加えた編成が、多く、管弦楽団を伴奏とする形態も見られる。1997年、1999年、2003年には、楽曲提供者の一人でもある、コビー・オーズとティーペックスの作品集に客演。 2002年、イブラヒム・タトルセスと共演。2012年には、テレビの歌謡オーディション番組、ザ・ボイス・イスラエルに審査員として出演。2014年、クネセト前広場で執り行われたアリエル・シャロンの追悼式典で、読書歌手を務めた。ありがとうございます。